はい、皆さんこんばんは、リモーネ先生です。というわけで今回は裏のポイエシスプレイしていきたいと思います。このゲームなんですが、実際に発見された映像を再現した短編ホラーゲームということで、一体どのような感じだったんでしょうか。早速プレイしていきたいと思います。はじめから、感染少し前の話なんですけども、実写だ。私は転勤を命じられまして、引っ越しをしたんです。なるほど、引っ越しして、まあ、名前は知ってますけど、全国的に名前が知られている小学生、物件は数多くあったんですけど、私が選んだ物件は少し変わったところだったんですね。何物件なんだろう。ツイコ詳しくは知らないんですけど、なんでも前の持ち主が呼んでしたような感じらしくて、処分に金がかかるような家具はそのまま揃って。ああ、なるほど、そういうことね。まあ普通の人は弱がるかもしれないんですけども、確かに家賃も安かったですし、自分にとってあまりもらない掘り出し物だなと思って。まあまあまあ、確かにね、そのまま使える家具であれば別に。というのも私はいわゆる転勤族でして、あ、私の負担を減らすために家具付きの物件を選ぶようにしたんですね。あ、じゃあもう持ってこいだ。引っ越し当日までは特に問題はありませんでした。はいはいはい。契約を済ませたり、引っ越しの準備を行ったりと。引っ越し当日の話です。朝から新幹線に乗って、はいはい、そこから電車に乗り換えて、そうですね、着いたのは昼頃だったと思う。建物の前で、引っ越し業者を待ってたんですけど、はいはい、渋滞との連絡が入ったんですね。あ、なるほど。新幹線、暑い夏の日だったんで、暑さに耐えかねて部屋の中に乗せようにしました。電気はすでに開通してたんで、エアコンをつけようとリモコンを探して、備え付けのベッドフレームを布団に入れたんですね。はいはい、これが残された家具だったってことね、ベッドフレームが。そうしたら、そのフレームの下に何かあるんですよ。おう、リモコンかなと思って手を伸ばした時に、はいはい、気づいたんですね。ビデオカメラであることに。ビデオカメラ置いてくかね。いや、怖っ。はい、結構年金入ったビデオカメラでした。確かにロットはしたんですけど、まあ不動産会社の忘れ物か、もしくはまあ確かに業者かなと思いました。うん、確かに確かに、そのサイトにね、乗っけるためのなんか映像撮りだとか、まあクリーニング業者だったらちゃんと清掃できてるかのチェックみたいな。それでなんとなくいたずら心で電源ボタンを押してみたんで、まあ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 、そうなっちゃうわな。はいはい。起動が終わって興味本位で映像が残ってないかなと思って見たんですけど、まあ見るわな。そしたら結構たくさん残ってたんですよ。残っちゃってた。撮ってたのは32歳の男性で、建築業で今家族3人で暮らしてます。単身赴任中だったと思うんですけど。はいはいはい。なんか自己紹介をなんかしてたんかな。おそらく子供がいる方のビデオカメラなんでしょうね。サムネイルはずらっと見えるんですけど、そのほとんどが明るい自宅内とか、いいじゃん、まだ小さな子供の笑顔が映ったりしてました。めっちゃいいじゃん。そこで少し不気味に思ったのは、一番最近に撮られた映像だけサムネイルがちょっと雰囲気が違ったんですよ。なるほど。というのも、どこかの建物内に見えるんですけど、異常に暗くて懐中電灯の光が室内を照らしてるんですね。それで気になって、まずその映像を再生してみたんですね。ちょっと電話来てる。電話いいですかね。ダメだよ。すいませんね。ダメ。すいませんね。会社からでした。じゃあしょうがないか。ビデオカメラの話でしたっけ。そうですね、実はそのカメラはもう捨てちゃってて、現物はないんですよ。警察に持ってって、何で本当に巻き込まれても困りますし、不動産会社も心当たりがないです。あ、なるほどね。まあまあ、そうか、そうなるか。何より映像の内容が、まあ何もされてるか、自分は過去のことを結構引きずるんで、早めに手放したいという気持ちだったと思います。なるほどね。いたずらかなとも思ったんですけど、そうですね、人を不快にしたいというだけにしては、ちょっと手が込みすぎてるなと。じゃあなんか不快になる映像だったってことか？ビデオの内容ですか？長くなりますけどいいですかね。いいよ。わかりました。映像には暗くて広々とした空間が映し出されていました。
ここやないか、これ。うわ、これ？うわ、嫌すぎる。これかねー。うわー。やだなー。うわ、こんな映像映ってたの？それを俺が体験するってかい。空虚に広がる空間を無機質なコンクリートの柱が寒々しく貫いている。確かに。何だろう、何の建物、さっぱりかな。そこはまるで建築半ばで打ち捨てられた廃ビルのように見えました。ああ、まあ確かにそうね。空間はさらに奥まで続いています。資材とかが落ちてる感じするね。天井の崩落が起きています。ここも危険かもしれません。確かに。何なんだろう。こう行き止まりだった。じゃあなんかこっち行けそうだったよね。こっちかな。不安そうな息遣いが絶えず聞こえます。なんだこれは。柱が貫くホールがありました。道が3つに分かれている。3つに分かれてるけど、あ、でもいけるな。いやー、まあ流れ的に右から行ってみるか一旦。ちょっとやだな、なんか右側を選択したら、まあでも行き止まりっぽいかな。資材置き場があった。そうね。まあ、特にだ。次、縄文の子行ってみるか。うわ、攻めえな、ここ。あの、ドアあるぞ。向こう側には行けない。これ、資材置き場の方かな？ちょっとわかんないけど。じゃあ、こっちか。これなんか左の道ともつながってそうだけどな。かなり広いなっていうか、小さな部屋があった。何これ。え、なんか放送局みたいなの、なんかね、ここ。そうだよね、放送用の機材でしょ。しかもなんかむき出しの感じで。なんだこれ、ブレーカーか何かか、これ。うわ、あっち青いなあ。じゃあ青くない方から行くべ。ちょっと青すぎ。うわ、青い方に行きたくなってきた。行っちゃうよ。あ、青いってこれか。部屋が青いってか、なんか謎のボンベだね。よかった、部屋が真っ青なのかと思って焦った。一旦こっちのコンテナの方。あ、いけねえわこっち。ってことこっちか。あてもなくさまよう彼は道を知らないように見えました。知らないよ、知らないよ。うわ、もし道を知らないのであれば非常に危険な事態です。まあ確かによくわかんないもん。2階とか登ってる場合じゃなさそうだけど、このどこまで続くかわからない暗闇の中で。確かに。懐中電灯の電池が切れてしまったら。切れてない、切れてない、切れてないよね。そう考えると歩き続ける彼の行動も理解できます。確かにちょっと足早に動きたくなっちゃうね。怖いって。彼にはその場に留まるという選択肢は残されていないのです。確かに。いや、てかもう中を見るっていうか外に行こうとすると思うけどな。暗闇の中、彼の恐怖は想像するにたたまれません。いやー、確かに逆の立場だったらもう怖すぎ、怖すぎくんが。何だあれ、突如一筋の光が見えました。光見えたら行きたくなっちゃうよねって話。え、待てこれ、
ベーターじゃないこれ。しかもやけに綺麗だ。うわ、眩しい。なんだこれ。なんでよ。一回一回。うわ、勝手に。おい、なんでよ。どこに行こうというのだね。うわ、扉の向こうには小綺麗な空間が広がっていました。確かに先ほどの廃墟ぶりが嘘のようです。うわ、映画館？廃ビルにこの空間があるのでしょうか。いや、ありえないよね。え、完全に映画館だ。シアターって書いてある。そこは映画館のように見えました。当然のように稼働はしてないのかな。いや、でもなんか電気ついたりしてんの。うわー、映画館で食べ物食べたい。映画館特有の独特の雰囲気が漂っています。確かに。この雰囲気は何によって醸し出されているのでしょうか。ある研究によると、同じ物語を認識する人同士は脳の活動や心拍数が同期する。不思議なことに、この現象は人々が遠く離れていても発生し、そうなの？感情とは関係なく無意識的に起こるそうです。はあ、そうなの？このような作用が働くのならば、多くの人が同時に見るようなものは人々の意識を一つに誘導するのかもしれません。もしかしてこの今プレイしてる僕とみんな見てるこの映像によってあなたたちと私の心拍数がシンクロしてるってこと？やめ、やめ、やめて、見たくない。俺今オーバーロードっていうアニメの映画が見たい。何これ、オーバーロードじゃないよね。うーわ、クソモザイク映画だ。なんだこれ。うわ、何これ。うわ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 、やだやだ。誰だよマジで。マサトだ。ガチで誰。ここに映し出されたのが自分の顔とか、なんか身内の人とかだったらなんか嫌だよね。全く知らない人も嫌は嫌だけど、なんか逆に可能性ある方が怖いみたいな。秘書出口？奥は。いやいやいや、これまずいっすよこれ。もう上とかじゃなくて下に行きたいんですけどね。スクリーンに映し出されたものは撮影者の顔でした。うわ、怖っ。ほら、怖いって。ここは自分を認識する何かがいる。まあ確かにそういうことになるよね。それに気づいた彼の恐怖はどれほどのものだったのでしょうか。いや、それはそう、嫌すぎるでしょそんなの。いや、長っ。もういい。やばいって。何してんのこれ。軽めのボールではあるか。なんだこれ、長すぎる。あれ、あるわ。え、またおい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 、楽しいキッズだったか俺も。またこれ以上上ないっしょ。てかさっきでも下に上がったのか上に上がったのか分かんなかったな。どこ行くのよもう。うわボール、子供空間だ。彼がエレベーターで下ると向けの施設のような内装が広がっていました。確かにキッズルーム、こんなん子供来たらめっちゃ喜ぶと思うけどな。大人でも全然喜びそう。いびつなまでの陽気さは裏腹に不安をかきたてます。確かにこれとかちょっと怖いな。なんかしかし同時に懐かしさも感じるのは似た場所を見たことがあるからでしょうか。自分の幼少期の記憶、テレビで見た飼育施設、あるいは夢の中で行った場所。確かに私たちは自分の記憶を無意識的に、そして無条件に信頼します。なんか来たことあるかもな。
今日大丈夫かみたいな。うわ楽しそうこれ。しかし人の記憶というものは子供用の風船遊具のように不安定なものなのです。まあ確かに思い違いとか多々あったりね。ある実験が行われました。実験で被験者たちはあるテーマパークの広告を視聴するように指示されました。その広告にはテーマパークで子供がウサギのキャラクターと握手をするというシーンが含まれていました。なるほど。うわこの船センサーな。これちょっと行っていいですか。自分行ける。うわこれ楽しいね。うわーわー固まる。実験の後 25% の人が広告に出ていたウサギのキャラクターとそのテーマパークで実際に会ったことがあると回答しました。回答者の中には握手だけではなくハグを交わしたという人や手や耳のふわふわとした手触りを確かに覚えているという人もいたといいます。うわ、まあ、でもあるだろうな。うわこれめっちゃいいじゃんこの施設。うわこっち、えこれいけるこれ。えこっちかい。暗すぎるっしょこれは普通に。うわうわ、病院じゃん。しかし広告は実験のためだけに制作されたものであり、ウサギのキャラクターは広告のテーマパークには存在しないキャラクターだったそうです。別の実験で被験者はこのように指示されました。子どもの頃に看護師によって指から皮膚片を採取されたという痛々しい想像を数分間行ってください。嫌すぎる記憶。実験だと多くの参加者が過去にそのような体験をしたことを思い出したと主張し、中には消毒液の匂いなど体験を詳細に語る人もいました。うわ。しかし指から皮膚を採取されるという話は実験のためのフィクションであり、医療政策記録によって存在しないことが証明されています。まあ思い違いみたいなね、記憶改ざんみたいな。気がついたらこれらの実験が示したことは、私たちが信頼する記憶は脆弱性を有すること、そして他人の虚偽のイメージを本当の出来事として認識させるのは容易だということです。確かに。ならばあなたの信じる過去が本当に起こったことだとどのように証明すればよいのでしょう。教えてほしい。またうーわー何個あんだよこれ。怖えなこれ。このテキストはビデオ拾った人が言ってんのこれ。やだなもうそんな。このさ映像の話だけしてくれよ。問いかけてくるなよそんな怖いことを俺に。話変わってくる。スペシャルエキシビションバックワードポエーシス出たゲームのタイトル。あ何、ついに彼が降り立った場所は美術館の展示室のように見えました。うわいいね。いいやないの。でっけえ。こんなでっけえ。すげえな。現代では絵画は単なる娯楽として認識されることがしばしばあります、しかし多くの芸術は明確な意図と目的を持って制作されたものです。なんかねやっぱその人のねいろいろ思想が反映されている。そのような絵画の一例として宗教画が挙げられます。宗教画だ。なるほどね。まあ確かに思いが強いよね。宗教画の開発以前には宗教は書物や口頭によって広められていました。ああなるほどね。ところがしかし音声や文章だけではどうしても伝えられる情報に限りがあります。確かに。またこれは現代でも同じですが、文章を単調だと考え読みたがらない人も少なくありません。まあ確かに。だから漫画とかの方がねいいなみたいな。そこで宗教の物語をより効果的に伝えるため宗教芸術が生み出されました。なるほどね。視覚的に表現を行えば文章を読めない人にも物語を伝えることができます。それはそう。また神の姿を明確に表現することで
現実感を印象として記録に留めることも可能です。そうだよね。まあ実際にやっぱいないものをね、絵で描くことによってみたいな。何の絵だこれ。うわ、壮大すぎないこれ。なんじゃいこれ。引き込まれるな、このデカさ。つまり多くの人々に物語を伝え、同時に強く印象づけるには視覚的な表現はなくてはならないものなのです。なんだこれ。さっきのなんかね、病院のみたいなプールか。しかしこの空間に一人迷い込んだ彼にはそんなことを考える余裕はないでしょう。それはないだろうね。彼の頭を埋め尽くしているのは孤独と不安だけなのですから。おい、言うな言うな、そんな。なんだこれ。逆にか。真っ黒。ありすぎじゃないこれ。すげえ色のとこあんじゃん。次はどこなんだ。え、男子トイレ女子トイレ。まあまあまあ、こっちか。そういうわけではないのかな。まあ、トイレはあるけども、ロッカー、なんだ、更衣室でしょうか。更衣室、あ、これプールか。この感じね。換気扇が機能していないのか、蒸し暑さが肌に絡みつきます。異様な湿気で床はじっとりと湿っています。うわ、ぽいな。ひでけな。うーわ、何、うわ、怖い怖い怖い。ライトないの。あ、え、住むほどに塩素の匂いが強くなっていきます。うわ、やっぱり。うーわ、でけえプール、きれいやな。どりゃいけるってこと。もう一旦泳いじゃって。暑いしね。うん、あ、気持ちいい、気持ちいいな。やっぱこれだよね、夏は氷だよね。よし、続いて右行ってみるか。シモもプールだ。敷き詰められたタイルは常に濡れ、不快なぬめりを発しています。ぬめり、やだ。あれ、いけんの。うわ、こっちいけんのか。なんだ、あ、ここで溺れてしまっても誰も助けに来ないでしょう。いや、間違いない。うわ、怖え。でかいプール、怖い。深い、こんな深いプールをこんなでかくすんな。なんだこれ。人間は大量の水に本能的な恐怖を感じると言います。いや、怖いよね。だってやっぱり、溺れるとかね。そういう考えちゃう。しかし知っていますか？私たちの世界が以前は流体で満たされていたということ。海でってこと？海でもうパンパンだったってこと？うわー、やだ、ここ。うーわ、ここ開かないよね、さすがに。うわっ、最悪。おい、てめえこら、おい、なあお前こら。なんでそんなカチカチやねんお前こら。くっそー、俺としたことが。今まであんなのなかったから、急に行かれた。17世紀の科学ではエーテル理論という学説が広く信じられていました。エーテル、うわー、おい、暗いプール怖すぎるって。ダメダメ、音の反響も怖いしな。うわ、やだな。まあ、こっち行ってみるか。その説ではエーテルという流体が世界に充満していると考えられており、あ、そういうことね。エーテルによって天体の運動や重力、光の電波など多くの自然現象が発生すると考えられていました。なるほど。
目には見えないけどエーテル流体っていうので満たされてるみたいなことか、そういうイメージ。うわ、わく。つまり17世紀に生きていた人々は世界を流体で満たされたものと認識していたのです。なるほどね。誰が言い出したんだろうそれ。なんか根拠があっていいですよ。このような考えは科学の発展とともに否定されていきました。なるほどね。現在の私たちは世界は粒子で満たされたものだと認識しています。確かに。しかし気づいているでしょうか。粒子で満たされた世界を認識すること、うん、それは自分の属する世界を作り出すことに他ならないのです。つまりどういうこと。え、これいけんのかな。飛び込み怖え。こんなの。うわ、いけんのこれ。うわ、こえー、あっかーん、これこえー、こんな薄暗いとことりゃー。うわ、いったー。うわー、うわー、助けて。え、まずい。上がらなければ。あ、いった。いっちゃう。いや、楽しんでるやんってね。不安でいっぱいじゃなかったんかいってね。逆にちょっと気がいっちゃってるのかも。まるで当時の人々がエーテルという流体の中で生きていたように。結局同じことみたいな。なんか、証明されてんのかな、でも。こんな広いところに誰もいないってのが怖いよな。うわ、またベーターだ。もう足も体びっしゃびしゃや。次のエリアクソ寒かったらどうしよう。さあ次は何ですかと。なんだ本当にこれ。なんだろう。え、そこは真新しい幼稚園のように見えました。幼稚園か。もうどうしよう。幼稚園来たことないから分かんねえな。こういう感じなんだ。幼稚園と聞くと、とある幼稚園で起こったという出来事を思い出します。いろいろ考えてんなお前。おい、なんかこの影怖いな。何何これ、何よこれ。そのクラスではクローゼットに住むヒュレという何かが園児たちの語り草となっていたそうです。ヒュレ、大人怖すぎでしょ、そんなこと言われたら。何ヒュレって。おそらく園児をしつけるために悪いことをするとクローゼットから何か出てくるよと語った保育士がいたのでしょう。あ、そういうことね。はいはい。園児たちだけに見えるなんか怖いあれとかじゃないってことね。それが後にあんな出来事を引き起こすとは。怖い話しようとしてんじゃん、もうめちゃくちゃ。うわ、なんだここ、ここの色味終わってる。それはお昼寝の時間と称された午睡のカリキュラムの中に発生しました。え、担当していた保育士は暗幕を閉め、いつものように園児たちを寝かしつけたといいます。なるほどね。普段と特に変わらない様子だったため、教室に鍵をかけ職員室に書類を取りに行きました。はいはい、まあ、問題ないでしょうってことでね。するとその後しばらくして隣のクラスを担当していた保育士が血相を変えて職員室に飛び込んできました。その保育士によると、複数の園児の叫び声や走り回っているような激しい足音が隣から聞こえてきたといいます。慌てて教室へ戻り、扉を開けると教室は異様な状況でした。暗闇の中、多くの園児がパニックに陥り、叫び走り回り恐怖に怯えていました。うーわ、怖っ。多くの児童が体調不良を訴え、3名の児童が過呼吸で搬送されましたが、命に別状のある生徒はいませんでした。
職員たちは状況の究明をするため、そのクラスにいた園児に聴取を行いました。まあ、そりゃそうだよね。何があったのか聞かないとね。その園児によると、教室でこのようなことが起こったそうです。何やに！最初はいつもと何一つ変わらない教室でした。電気が消され、暗幕がかかった教室は静けさに満ちています。え？しかし、児童の誰かが突然大きな声でこう言ったのです。大きな顔がある。こっちを見ている。うわ、怖い怖い怖い。園児たちは無意識的にクローゼットに注目しました。あ、そう。あれや。すると、うわ。ほんわ。結局この事件は単なる児童の集団ヒステリーだと結論付けられました。怖すぎ、普通に。それはパニックになる、過呼吸にもなるわ、そんなもん。じゃあマジ、俺どっから来たんだっけ。ちょ、わかんなくなっちゃったよ、もう怖すぎて。あれ、暗闇かつ保育士がいない状況が児童たちをパニックに陥れたと、方法の見直しが行われました。まあそうなるよね。その後、園では同様の事件は二度と起こっていないそうです。まあそのヒュレっていう謎の、まあやつの意識づけがされたことによって。しかし事件発生後の夜に防犯カメラに映っていたクローゼットから覗く顔のような正体は今も不明だそうです。おい、いや、いるやん。じゃあ、おい、いんのかー。いや、怖っ。すごい怖い話よ、めちゃくちゃ。そんな話すんな、お前。映像の話してよ、さっきも言ったけども。そんな怖い話しないで、急に。しかもこの状況に合わせて、もう幼稚園の怖い話持ってくんなよ、お前。めちゃくちゃ怖いだろ、お前。うわ、バックルーム。そこには黄ばんだ壁紙の部屋が広がっていました。やばいよ、これ。この音やめてくれ。蛍光灯の不快なノイズが鳴り続けています。マジで不快だわ、この音。広いしよ。かすかに湿った不潔なカーペットが永遠と敷き詰められています。やべえ、どこ行ってんのかわかんねえ。画面越しでもその部屋の異様な雰囲気がわかりました。そりゃそうよ、おかしくなる、本当に。このとこ行ったらどこに行けばいいんだ。映像を見て私はあることに気がつきました。何。過去に同じような映像を見た記憶があったのです。違うって、それもうあれだって。違うって、それ意識づけのやつだって。その 25% のやつだって。 CM のやつと同じよ、あの UH の。もしかしてあなたも同じではないでしょうか。行ってない、もうこんなとこ。だとすればそれは何を意味するのでしょうか。いや、わかんないよ。行ったっていう記憶があるんだったら、でも脱出できたってこと？長い間私の話を聞いてくださってありがとうございました。エンド？脱出した終わりにしてくれ。ちょっと終わるな、勝手に。脱出してたんですよねって終わらせないと、お前、俺バックルームじゃん、もうずっと。うわ、やばい、助けて。少し無駄話が多くなってしまいましたが、気にしないでください。気になるって。助けてくれよ、お前。これこのままでお前放置すな。重要なことはあなたがこの話を受容し認識していることですから。お前最初から俺に何かを意識づけするためにやらせてたっていうのか。この話の内容を最初から思い出してみましょう。なんだっけ、最初。うわっ、うわっ。そうだね、別世界に行ったけど、彼は別世界に行きました。そういう話、なんかそういう流れっていうか、まあ、
そういう感じではあったよね。誰なんだっけあれ。適当に名前つけてたけど俺。なんていう名前だったっけ。そしてうわやばやば、すごい上空から落ちてない。うわ違う、これビデオカメラだけ落ちてきたんだ。二度と帰ることはありませんでした。うわこれ最初の映像じゃん、始まりの。いやそういうこと。はい、というわけで裏のポイエシス、無事最後までプレイすることができました。皆さんは備え付けの家具がある部屋には十分に注意してください。ありがとうございました。